スパナペンチは、かつてプロダクション人力車で活動していたお笑いコンビ。スクールジャカ20期と同期扱い。2014年6月12日解散。長田圭介、高橋良明早瀬田大学高等学院、早稲田大学小学部の同級生。高校ではクラスが違ったため、大学で、寄席券に入り親しくなる。当初は、それぞれ別々でコンビを組んでおり、 高橋は平ヘ平イ,ヘイマニー長田はケチャプリンというコンビで半年ほど活動していた。同時期にコンビを解散し、長田から高橋を誘い、コンビスパナペンチを結成。実は高橋は他に組みたい同期がおり、アプローチをしていた。しかしそのコンビが解散しなかったため、誘い続けてきた長田と組んだ。コンビ名をつけたのは長田が、 唯一心を開いている友人と話す、寄席券の動機。由来は特にないが、略してパナペンという響きがいいと決定した。2011年3月5日、第1回漫才を愛する学生芸人ナンバーワン、決定戦にて優勝。この模様は、後日、学生才能発掘バラエティ学生ヒーローズにて放送された。それをきっかけに、 プロダクション人力者から声をかけられ、同じく決勝へ進出し声をかけられていた真空、ジェシカと共に、翌年から人力者の所属となる。通常は、スクールジャカへ入学、卒業後に、株組織、ジャカプロモーションを経て、正式所属となるのが恒例だが、この二組はそれを経由せず、スカウトという形で所属している。また、厳密に、 スパナペンチは2009年結成だが、結成年数については、プロデビュー年より数えられるため2012年結成と紹介される。2013年、ザ・漫才の認定漫才師となり、本戦サーキットへ進出。ワイルドカード決定戦にまで勝ち残り、決勝戦の敗者復活枠を争った。2014年6月12日、解散を発表。 両名とも所属事務所を離れることを発表した。主に漫才を行う。設定などに入らないしゃべくり漫才が多い。高橋が話題にした事柄について、長田がとことん否定していくという形のネタが多い。それぞれの前コンビ時代、高橋はネタを作る側、長田は作らない側であったため、結成当初は高橋がネタを書いていた。現在は主に長田がネタを書いている。 ありがとうございます。